タコグラフとは自動車に搭載される運行記録用計器の一種であり、運行時間中の走行速度などの変化をグラフ化することでその車両の稼働状況を把握できるようにした計器である。道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基準には運行記録計という名称で装着を義務付けた車両の種類や形式認定を受けた機器を使用する旨などが規定されているほか、事業用に用いられる車両については、旅客自動車運送事業運輸規則や貨物自動車運送事業輸送安全規則といった国土交通省令によってもタコグラフの装着義務が規定される。日本では1962年にタコグラフ装着義務対象車が初めて指定され、貸切バス、片道 100km を超える路線バス、路線トラックが対象となった。ついで1967年には総重量8トン以上、及び最大積載量5トン以上のトラック、セミトレーラー、フルトレーラーのトラクター、牽引車、国内15都市のハイヤータクシーに拡大。1990年には特別席合わせ貨物運送に関わる運行系統に配置する事業用自動車に、そして2015年4月からは車両総重量7トン以上、または最大積載量4トン以上のトラックへと段階的に拡大されいる。自動車の速度計、スピードメーターは通常変速機を通過した出力軸から機械的または電気的に回転数情報を得て表示するが、タコグラフもこれを応用している。一般的な従来型タコグラフの仕組みは次の通りである。速度計の裏面に取り付けられた円形の間圧記録紙、タコチャート紙は通常24時間に1回転する。走行速度に応じ上下運動する鉄心が低速回転する記録紙をすることで、縦軸が速度、横軸が経過時間の2要素からなる折れ線グラフを描く。走行距離は速度と時間の積から判断できる。速度計を手前に引くと蓋のように開き、記録紙を交換することができる。この開閉部は管理のため施錠することもできる。従来型のタコグラフ装着車は通常この鍵穴や速度計の針と同軸上に時計が装備されていたことから非装着車との見分けがついた。なお現在では記録紙の交換を容易にするだけでなく、運転席の設計上、デザイン上の理由から、記録部を速度計から分離させ、筐体を一輪規格とした機種や、タクシーを中心に、時計の形状をした機種もある。時間帯走行速度に加え予備針のついているものは、エンジン回転数も要素に含め記録する機種もあり、レボタコグラフと呼ばれる。他には、保冷車では、過失温度、特殊車両の作動油圧なども記録できる機種がある。運行管理者は、速度や運転時間を分析することで、速度超過や無理な長時間運転の予防のための適切な指導が行えるようになったと言える。運転者としても、エンジン回転数の記録が残ることから、自分の運転を客観的に捉えるための参考になる。また、自動車の運転に関しては、個々の運転手ごとに、いわゆる運転癖、ハンドの切り方、アクセルやブレーキの踏み具合における特徴が少なからず、存在するものであるが、違う人間が運転した場合はその癖の違いが、グラフ波形パターンの違いとなって残ることか、同一の運転手がその自動車を連続して運転していたかどうかのおよその推測がつく。労務管理面では作業報告書と合わせて、所定の休憩時間を確保しているか、車両を出勤点呼後に出発し退勤点呼前に入庫したかを確認できる。一方で、それを過剰な束縛と感じる運転者も少なくない。従来型装置では、記録部へ容易に手が入れられたことから、以前は例えば鉄心に輪ゴムをかけ動作を抑制する、下方に曲げるなどで走行速度を実際より低く報告するといった改ざんが常態化し、運行管理上の問題でもあった。また、タコグラフを搭載した車両の運転手が加古川バイパスに設置されたオービスによる取り締まりの際に速度超過で検挙、起訴されたが、タコグラフに記録された速度との誤差の大きさよるオービスの異常を指摘され、結局無罪になったという判例、大阪高裁平3、う第230号がある。近年では、各要素を数値化し電気的に記録するデジタルタコグラフが実用化され、日本では1998年より運輸省、当時、現在の国土交通省の形式認定対象となっている。記録紙に代わり、メモリーカードなどが媒体に使われ、データ出力はパソコンや専用カードリーダーで行うため、運転者によるデータの改ざんは従来式に比べ困難と言える。ユーザーの要求に応じ記録される要素は様々で、基本的な速度、時間、距離、エンジン回転数の変化のほか、急加速、急減速検知、ドアの開閉、GPS による位置情報、実車、営業運行で乗客や荷物を乗せている状態、空車での走行区間、ハンディターミナルの併用で、荷物の積空車や重量、数量、燃料の給油、充填量、タクシーメーターと一体化した機種では、タクシーの営業収入に至るまで、記録可能な機種も存在する。また、ETC と連動して、一般道、高速道で、速度やエンジン回転数の制限警告値の切り替えを行うもの、設定された速度やエンジン回転数、アイドリング時間を超過したり急加速、急減速を冠したりすると警告灯や音声、文字などで警告を発するものもある。専用のアプリケーションソフトを活用することで、運転日報の作成が簡素化され、データの管理や詳細な運行状況の解析、運転者への指導が容易になったほか、通信端末を付加することで、運行記録をデータセンターに集約して、メモリーカードの携行、装着を不要とした車両、事業所間でデータの双方向通信を可能、テレマティクスとするなど、より最適な配送ルートの検討や、臨機的な配車など運行コストの一層の削減を期待する向きもある。さらにドライブレコーダーが実用化されると、デジタルタコグラフと連携させて、運転記録と車内外の映像や音声を同時に記録できる機種も登場している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。